どうも、聞いてくれないまだです。おじゃしゃん、ばばば、ばば、バッタモン。偽物だよ、私は。というわけでですね、今回、まずラビーの都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、令和のミスター都市伝説、ミスター関を呼んでみます。うわぁ、うわぁ、ありがとうございます。山道さん、一週間ぶりだ。やりたくねえわ。今回の都市伝説は、戦後、少子高齢化を続ける現代の日本。まもなく、多子社会というものが到来するのね。というわけでですね、今回その多子社会について触れていきたいと思います。毎年敬老の日に合わせた総務省統計局の発表によると、日本の高齢者65歳以上の人口が年々過去最多になっているんです。そのうち100歳以上が7万人を超え、今や100歳超えのご長寿も珍しくないのよ。炎上するぞ。そして総人口に占める高齢者の割合も、日本は 28.4% と世界で最も高く、2番目のイタリアを5ポイント以上引き離してるのよ。100歳以上が7万人って本当にすごいからね。そうですね、東京ドームあふれるからね。ウォーキングネット。そして長寿社会が実現したけども、今のところ人間は永遠に生き続けられるわけではなく、高齢者が増えることは死亡者も増えることを意味するのよ。そして現在年間で約136万人が亡くなってるけども、死亡者は今後も増え続け、ピークとなる2040年には年間160万人以上が死亡する見込みなのね。そして人口減少は少子化によってのみ引き起こされるのではなく、人口減少とは死亡数が出生数を上回ることによって生じるんだよ。多子社会だな。それやってんだ。日本はすでに2007年には自然減状態に突入しており、今後は毎年のように日本の人口は確実に減り続けるんだよね。高齢者っていうのはどういう意味なのか。お年寄りっていう意味だから。言うなよ。日本の多子社会化はもう間もなく始まるのよ。2023年から年間150万人以上死ぬ時代が到来するのね。この数字は太平洋戦争期間中の年間平均死亡者数に匹敵すると言われるのよ。しかもそれが2071年まで約50年間継続するのね。2022年から2071年までの50年間に日本で約7960万人が亡くなる計算になるのよ。今後の日本の人口減少もまた出生数の減少というより、高齢者の大量死亡という多子化によって引き起こされる。自信満々で戦争しろよ。戦いなんねえ。そして人類は多産多子、多産少子、少産少子、少産多子というサイクルで流れてきてるの。日本は戦後多産少子の時代へ入り、現在は少産少子のステージに入ってるけども、やがて少産多子へと移行するのよ。戦後生活環境の改善と医療技術の発展により、乳児死亡率は凄まじい勢いで減少してきてるのね。聞いた？多子社会っていうのは多くの弓っていう意味じゃないからね。気持ち悪いわ。現代では乳児死亡率は限界まで下がりきってるけども、それでもなお出生率が下がり続けている。その一つの原因として考えられるのが GHQ が推し進めた不妊化政策。1952年にサンフランシスコ講和条約が発効して GHQ の廃止が決まると、日本は GHQ に厳密化を求められた遺伝性を無視し、障害を持つ人を強制的に不妊にする強制不妊の対象を遺伝性を問わず精神や知的障害者にまで広げた。特に中国。何知ってんだ。そして GHQ 側も医学的根拠の明確化などを強く求めながら、強制不妊そのものは否定しなかったのよ。うまく開いたようだ。それやめろ。そして当時米国でも多くの州で日本ほど対象は広くはないものの、強制不妊を認める法律があったのよ。国の統計によると、強制不妊の被害者は16,475人とされてんのね。そして終戦後にトルーマンが放った言葉が大きく影響してるのよ。このトルーマンの言葉に基づき、農薬や添加物、化学物質、電磁波の蔓延、歪んだ医療システム、衛星長寿国に作り変えられた。ありがとう。クソな機械。そして2100年には人口5972万人になると推定されてんだよ。2016年に小泉進次郎が、私は悲観的な1億2000万人の国より楽観と自信を持った6000万人の国の方がよっぽど強いと思うと発言したように、これらの人口削減は全て計画通りに進んでるのね。いい加減政府の本質に気づくべきなのよ。関明夫に殴られるリスクが高まる。関は逃げんの。